トランプ大統領の日々のツイート、緊迫する東アジアの情勢、またはヨーロッパの選挙、あなたは世界のどんなニュースに関心を持っているでしょうか。どの地域や国のニュースをより気に留めていますか。またそれはどんな理由からでしょうか。デジタル化が進み、私たちは多くの情報やニュースに触れる機会が増える一方で、友達や家族がシェアしたニュースを多く見るようになっています。つまり情報を集めるチャンネルは狭まっているとも言えるのです。私は日本の20代から30代のミレニアル世代にニュースの見方に関する調査をしました。その中で国際ニュースに関心がないと答えた人の理由のトップは、自分の生活とかけ離れている、身近に感じられないというものでした。それならばどんな要素や情報を付け加えれば、彼らが自分の生活に関係があると感じ、関心を持てるようになるのでしょうか。グローバルビューはニュースを読み手にぐっと近づけるための仕掛けを持っています。シェアのアイコンは何人の友達がニュースをシェアしたか、訪問のアイコンはニュースになっている国を訪れている友達が分かります。また日本とニュースになっている国の経済関係や歴史も簡単に知ることができます。例えば物価高のエジプトに進出する日本企業の情報は、もしかしたら読者がニュースを読もうと思うきっかけになるかもしれません。 Get ready to open your interest and broaden your horizon.